はい、リトルフレンズ続きからやっていきたいと思います。前回の続きからですね、これかな。もらえるってこと？今のはお金がさ、この際いらないのよ別に。あら、ビギナーだよビギナー。あ、この3、あ、かわいいこの子。なんか、私、待って、ディーンが一番かわいくない？プリティでしょうで、もう優勝よ。そっか。大丈夫か、ディーン、いけるか。行くぞ。いいね。はい。頑張って。よし、いいぞ。えらいえらいえらいえら。もう、えらすぎて私、もう、泣きそう。はい。待って、ディーン5ポイントしか持ってない。早く早く。もうちょっと、いくよ。よし、いいぞ。ちょ、ローラには負けない。ローラ倒す。はい。ちょっと、私投げて、何やってんの？飛んでくれなかった。よし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 。あ、いいねいいね。空かな、あれ。なんか落としてる。よし。はい。頑張れ。いいぞ。うまいうまい。いいよいいよ。さすがオディーン。ちょっとローラーもう帰った方がいいわよ。はい。はい。あ、ちょっと変な飛ばし方しちゃったかな。あー、ごめんね。これ私のせい。本当にごめんね。今私もダメだなと思った。はい。ちょっと今空だよね。すごい近づいてきて怖くなった。予想の犬に厳しいよね、私ね。でもだって自分家の子が一番可愛いもん、そりゃ。ちょっと。あれ、飛ばない。ちょっと。よし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 。今すごい変な投げ方したのに撮ってくれてありがとう。よし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 。もう結構差が空いてきたんじゃない？ビギナーなんでね、そんなにドヤ顔することでもないんだけど。いや、ディーン偉いよ、あんた。かわいいね。いい子ちゃんだよ、本当に。あ、すごい。今のはすごいよね。それは10ポイントもらえるわ。すごい。いつからそんなことできるようになったの？前回できなかったじゃん。はい。ああ。全然いいよ。全然いい。もうだって勝ったもん。はい。よしよしよし。あ、意外と、ローラが追い上げてきてるわね。後半強いタイプかもね。何？あ、見えなくなったんだけど、相手のポイント。でも今更じゃない？今更向こうが高得点を稼ぐとは思えない。だってほら、10だよ。よしよし。100は無理だとしても。おい。おお、でも意外と、ディーン。もうちょっと私がね、うまく投げれれば100点目指せたね。ごめんね。ああ、でも90点はすごいよ。やっと。あ、かわいい。当然ですよ。空大丈夫？ 35 ポイント。やったね。あ、アマチュア大会。ランクが、上のランクにだからいけるようになったね。あそうか。ちょっと、キレイキレイしてあげるわ。きれいきれいして、きれいきれいして、ちょっと首輪的なの買おうか。なんか可愛いなと思ったやつあったし。それにして、
今のさ、ディーンの実力でさ、どこまでいけるかはちょっとやってみたいよね。なんか、この1個上ぐらいは全然いけんじゃないかな。90いけたし。ショックで。そうね。服はそんなに好みなのがないから。これ可愛くない？あ、でもちょっと紳士すぎるわね。これなんかちょっとよだれかけみたいでやだな。私この黒がいい。すごい可愛い。なんか何のゲームしてもまあ結局黒が好きなのよね。違いようね。黒だよ。あ、なんかいいね。かわいいかわいい。よし。セミプロとかあるよ。行ってありましょう。10枚もらえるらしい。よかったら。勝ちたーい。勝てなかったら、まあ練習だよね。え、敵が見たい、敵。あら、すごい。あんなのつけてたらできないでしょ、逆にこれ。目怖くないもん。へぇ。ちょっと頭盛りすぎよ、あれ。大丈夫？行くわよ。はい。あー、ごめん。私が悪い、今のは。ももには負けないんだからね。え、なんで？これあれ、距離が出すぎるのかな、このディスクが。よし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 。待って、もも強っ。ちょっと。頑張れ。10ポイントいこう。あ、ダメだこれダメだな。多分無理だ。このディスク変えてもらってもいいです？ほんとに。そういうことやっぱ、あ、ディスクだ。最初からディスク変えればよかった。くそー。追い上げよう、こっから頑張って。私たちならやれるよ。ちょっと、ももには負けたくない。チャーリーには負けたくないな。チョコレート工場行ってろよっていう。よし！かっこいい。いいね。リンはやればできる子よ、ほんと。はい。ジャンプ。よしよし。ちょ、もも独走しすぎじゃない？腹立ってきたんだけど。なんてやつなの？よし。やっと30。2位までは上がってきたけど。ちょ、ももひたすらミスって。なんかもう。え、あ、75? くそ。でも追いつかれる、チャーリーに。チョコレート工場。よし。あ、あれだよね、チャーリーってね、多分。え、待って、ももってあの、すごいさ、信じられないぐらいモリモリにアイテムつけてた子？え、それに負けるの私。マジ？あ、ごめん、本当に変な投げ方したね。ごめん、本当に。やべ、あと30秒か。きついな。どこ投げた私今。それを取ってくれるディーンはかっこいい。よし。でもなんかさ、ワンチャンじゃない？これダメでももう一回やるわ、私。なんか、結構ディスクがこっちだったら、
ある程度は今稼げるから点が。ワンチャンだよね。2かな。あー。いや、もうちょっとだった、もも。もも。あ、お手覚えたの？かわいい。よし、ちょっと、一通りあげましょう。この後頑張ってもらうから、ちょっとご飯と、水あげて、キレイキレイして、ちょっともう一回だけ挑んで、ダメそうだったら、ちょっと一旦、諦めるかな。いけそうな気がするんだよな。よし。で、きれいきれい。きれいきれいだよ、ディン。はい。はい。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。仲良し度もね、なんかどんどん上がってるよね。はい。かわいい。絶対負けない。え、アマチュア？はい。負けられない戦いがそこにあるのよ。いや、ディスク変えれたのちょっとミスよね。さっきの敵って、敵っていうか、他の犬いてほしいんだけど。あ、いない。ライトくん。レオくんすごいわね、なんか。かわいいね。いや、ラブリーでしょでさ、1000点ぐらい最初にくれてもいいんだよっていう。ちょ、ディスク即変えるね。ダメ。はい。行くよ。はい。行くよ。ちょっと、私？今の私が悪い。よいしょよいしょ。いや、これ勝てんじゃない？あれ、なんか、アマチュアだよね。さっきのも。なんか急に、接待入ってない？なんか。え？あい、あれ？待って、ちょっとライト君急に強いんだけど、25ポイント。どうやって稼いだ、それ。でももう敵は悪いけど、ライト君だけよ。レオは無視しましょう。レオダメだろうなって私ちょっと思ったもん。え、どうしたの、ディーン、どうしたの、調子悪い、お腹痛い何回もやらせんじゃないよってこと、ごめん、勝ちたいのよ。こんな飼い主を許して。よし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 、でも確実に稼いでいこう。もう全然いい、そんなね、焦らなくていける。焦ると負けるから。いや、ライト君だいぶミスってるでしょ。え、てか、レオはさ、なんで出たの？この大会。帰った方がいいよ。大丈夫、落ち込まないで。いけるよ。いや、私も投げ方にもね、難があるからね。それよね。ちょっと今、すごい勝ったけど、今動きがなんかガガガガガって。怖かった、今。よし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 、追いついたよ。なんとかね。こっからよ、こっから、うちのディーンはこっからですよ。こっから見せるよ、ほら。もう後半一気に頑張るタイプ。あー、惜しい。あ、レオやっとポイント取ったじゃん、おめえ。あ、ごめん、飛ばしすぎた？お、いけたいけた、すごいすごい。えらいえらい。いい子いい子。いい子いい子ですよ、これは。ただもう一、二回は行きたいわね。よし。失敗しろ、あっち、二人とも。二人とも失敗してんじゃないの？
頑張れ。よし、いいぞ。えらいえらい。もう一回行くか。行け、あ、行けなかった。どうだろうね。微妙なラインだよね、なんか。ライトくんがどれだけ成功したかよね。わっ、やりました。やったね。よし。これ嬉しい、普通に。セミプロいけるようになったよ。やったね。ドッグフードをちょっといいの買ってあげた。なんかこんな頑張ったんだよ。人間もね、やっぱ頑張った時ってさ、ご褒美欲しいじゃない。だから犬にもね。あ、高いわね、これだいぶね。ケチケチしないのよ、そんな。ダメだね。3個ずつ買っていきましょう。で、どうしよっか。恒例行事であろう散歩をさせるというのもありだけど、ちょっと今回頑張りすぎてる感あるよね。そうだね。これ以上ね、頑張らせるのはちょっと。はいはいはい。わあ。わあ。大丈夫、嫌じゃない？嫌だったら嫌って言って。ああ、よかったよかった。いい感じよ。かわいい。可愛くない？これ。困った感じの顔が可愛いよね。ウィウィ。このまま撫でるってあんの？ちょっとキレイキレイしとこう。お散歩行きたいな。でもちょっと頑張らせすぎかな。そうね、私スパルタ教育みたいに思われたくないのよね。さすがにね、次のはちょっと厳しいんじゃないかなって思っちゃう。どうなんだろう。なんか相手によるよね。さっきもさ、最初のはちょっと強かったけど、あのモリモリの子。なんか、そうでもない子だったら全然、いけそうな気がする。今回もあれだね。距離が、結構、ある感じね。ダッシュ、ダッシュ、ダッシュ。適当に適当にね、この辺やりつつ、これちょっとコース変わったら面白いのになとはちょっと思う。なんか毎度同じじゃない、コースが。お散歩のそれがちょっとマイナスよね。いっそあとね、全部走ってもいいぐらいよね。距離が大事だから。はい。そう、100円とかだもんね。走ろう走ろう。
か自分で行くね、ちゃんとね。えらい。もうディーンがいい子すぎてつらい。何この子、本当に飼いたいんだけど。ほら、かわいい。呼ぶ。すごい。あえてさ、走りまくったらさ、こう、なんだろう。え、これ300メートルより増えるのかな？この公園の中をもっとちゃんと見たい感がある。あ、レベルアップ。おめでとう。あ、待って、ここに犬ある。まさかのじゃない？毎回変わるんだね、犬はね。稼いで帰りましょう。ね、このゲーム楽しいね。なんか任天堂 X に比べると多分できることが少ないのよ、多分ね。でも全然なんだろう。だから出してほしいね、任天堂 X のこのスイッチ版。テレビ画面かつ綺麗な画面でこういうの楽しいわ。ゴーゴー。もう何も気にしなくていいよ、その風船とか。やっぱね、前回のねあれが風船とかにとらわれすぎてたから。はい、実際犬とこんなに走るのしんどいよね。実際に走るのはしんどいわ。あ、緑のとこ踏むとさ、そのダッシュのゲージがさ増えるんだね。なるほど。初めて知った。うん、増えるね。ダッシュし続けたかったら緑を踏んだ方がいいよ、とね。なるほど。気持ちでも緑は自分で踏みに行くね、ちゃんとね。へぇ。新しいテーマが追加されたよ。ついにレベル13ですよ。早っ。壁。あー、なんか私の好みではないのよね。床変えたろ。ラグはこれがいい。え、てかこれはどうやって変えるの？あ、なんか条件あるんだろうな。なんか星ついてるもん。あ、モダンはいける。ここはいけないんだ。へえ、なるほどね。まあいいですよ。何獲得したの？あ、結構多いんだね、これね。めっちゃある。目標は全て埋めるだけど、なかなか難しそうだね。
じゃあキレイキレイして今回終わりましょう。はい。で今回はね、めっちゃディーンが頑張った回よ。うん、あんなって言いたくないね。その急にね、勢いで出た大会2個分勝って優勝してるわけだからね。あげて、餌もいい餌あげとく。これはい、お食べ。まあ、残すよね。そんなお腹減ってないよね。あんま気に入らなかったとかじゃない？それだけ不安。はい。ということで、今回はじゃあ、お手してる。お手しとるよ。どうしよう。いいのよ、自由に遊んでて。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。バイバイ。